こんにちは、ハッカです。今日はですね、撮影が10月15日なんですけれども、10月20日にいよいよインテルの新型 CPU13000 シリーズが発売になるんですね。まあこれコードネームラプターレイク S って言うんですけど、まあ先に発売されているRyzenの7000シリーズと真っ向勝負になりそうです。もう価格も発表になってるんですよね。で、今日はそのラプターレイクがどのような仕様で出てくるのか、あとはRyzenと軽く比較してみたいと思います。まあRyzenの方が進化ポイントいろいろあって注目されがちなんですけど、ラプターレイクもかなり侮れない存在となっています。それでは行ってみましょう。ではまずラプターレイクがアルダーレイクからどのような進化を遂げたのかっていうところを見ていこうと思うんですけど、まあ基本的にはアルダーレイクのマイナーチェンジ版という位置づけです。まあ、ソケットも変わらないですし、CPU の形、大きさ、ピン数なんかも変更はないです。インテルは2年ごとにアーキテクチャが変わるんで、今年は後半戦という位置づけなんですね。そしてプロセスルールにも大きな変更点はないんですね。で、インテルなんですけど、細かくは進化してるんですけど、未だ10ナノメートルのプロセスルールっていうのを採用しています。で、他社がですね、まあ、7ナノメートル、5ナノメートル、4ナノメートルって、まあ、どんどん微細化していくっていう流れがあるんですけど、まあ、インテルもそこは自覚あってですね、まあ、実質10ナノメートルなんですけど、他社でいう7ナノメートルと同様の、まあ、技術水準だったり性能ですよということで、インテル7っていう名前で出してるんですね。まあそういう製造プロセスの不利はあっても、名前を変えてでも、きちんと他社と拮抗できる、素晴らしい性能のものをリリースしているというところが、インテルのやっぱり底力というか、すごいところだなとは思います。では、何が変わっているのか。はい、性能比較表ちょっと見てみましょうか。はい、パッと見で壊すスレッド数が増えているのがわかると思います。まあかなり増えていると言ってもいいでしょう。13900K とか KF に関しては24コア32スレッドですね。今回はですね、 P コアという高性能コアの数は変えないで、 E コアという高効率なコアの数を増やしてきました。まあ、E コアがかなりの数増えたので、まあ、その分スレッド数が増えてるんですよね。で、この E コアがですね、数世代前の CPU のコアと同性能らしいんですよ。なので、しっかりと性能向上に寄与してるんですね。次に、動作クロックが上がって、最大ブーストクロックが 5.8GHz まで上昇しています。そして、最後にキャッシュメモリが増加してるんですね。そうなんです。今回のラプターレイク、アルダーレイクからのマイナーチェンジ版というだけあって、かなり力技で性能を向上させてきてるんですよ。革新的な技術があるわけでなく、ひたすら基本性能を上げてきたと。製造プロセスにも制限があって、なおかつソケットも変わらず、サイズも変更なし。それなのに、目いっぱい性能を上げて詰め込んできたっていう、そんな CPU なんですね。まあ、そういった地味な努力の甲斐あってか、13900K の性能と 12900K の性能を比較した場合に、シングルスレッドでは 15% の向上。マルチスレッドでは 41% の性能向上になるんですよ。まあ、条件によっては 1.5 倍くらいの性能差ってあるらしいんですよね。ただ実際のゲーム性能では 24% くらいにとどまっているっていうことで、まあ、これはベンチマークが待たれるところかなと。マイナーチェンジなのにアーキテクチャを変えてきたかのような大幅なパワーアップ。まあ、やっぱりRyzenのモデルチェンジに合わせて非常に力が入ってるなというのは感じられます。まあしかし、やはり気になるのは電力消費でしょうかね。まあ少し前から TDP ではなくて、PBP と、プロセッサーベースパワーなんていう、なんか独自の言い方してますけど、まあ一応 PBP が 125W っていう表記なんですけど、MAX ターボパワーというところで 253W という数字が出てるんですね。まあ、要は CPU フル回転させたりとかっていう風に、まあ、ずっと高負荷な作業を続けてると250W の電力消費がずっと続くっていうことになります。まあ、一応この燃費の悪さっていうのもインテルは自覚あるみたいで、電力消費半分 125W に下げても性能の低下っていうのは 20% 程度に収まるよとか、
電力消費を 65W まで下げても、マルチスレッド性能だけでいうと前世代の 12900K と同じ性能ですよとか、まあそういったアピールはしていましたね。まあ 13900K なんていうハイエンドの CPU 買う人がわざわざ性能を下げてまで電力消費を気にするっていうのは、まあ、ちょっと考えにくいかなというふうに思いますので、まあ、しっかりと電源容量を覚悟して使うっていうところでしょうか。まあ、ここに関してはプロセスが微細化されていて、ワットパフォーマンスの高いライゼンの方が有利というところになります。そしてこのラプターレイク、アルダーレイクのマイナーチェンジ版ということで、拡張性にはそんなに変化がないんですよ。まあ、同時に発表になったチップセットの Z790 っていうのもあるんですけど、まあ、従来の Z690 とか、さらに下位モデルのチップセットも使えます。まあ、ここは大きいんですけどね。まあ、注目なのは DDR4 メモリが継続して使えるっていうところです。まあ、これはマザーボード選びの段階で決まってしまうっていうことなんですけど、Ryzen の7000シリーズっていうのはもう完全に DDR5 メモリだけの対応になってしまって、DDR4 メモリは使えなくなってしまいました。なので時代の流れ考えれば、インテルも、まあ、来年には DDR4 メモリが使えなくなってしまうかもしれません。実質、ラプターレイクが DDR4 メモリの最後の CPU というような位置づけになるかなというふうには思ってますね。で、もう一つのポイントとしては PCI Express 5.0 の対応でしょうか。CPU から出ているレーンが16レーンということで、グラフィックボードが PCI Express 5.0 に対応しているものの、SSD まで回すレーンっていうのがないんですよ。今回 GeForce が PCI Express 5.0 対応しなかったんですよね。なので非常にここは宝の持ち腐れ感があって、PCI Express 5.0 の SSD、まあ、まだほとんどないですけど、この間発表にはなってたので続々と出てくると思います。で、 SSD の速度って実際の体感速度に結構影響してくるんですよね。なのでラプターレイクをこうしばらくシステムとして長く使おうと思った時に、この SSD の速度がネックになってくるっていう未来も想像できます。さて、基本情報が分かったところで、やはり気になるのは Ryzen 7000シリーズの直接対決、どういった性能の違いがあるのかというところではないでしょうか。発売前の CPU ですけど、やっぱりギークベンチとかにリーク情報が載ってまして、まあ、シングルで MAX2200 超えで、マルチだと26000超えっていう数字がもう掲載されてるんですよね。で、これが7950X Ryzen の一番ハイエンドのやつだと、まあ、シングル2200超えっていうのは変わらないんですが、マルチだと24000以下くらいなんですよ。まあ、ギークベンチのマルチセレクトの性能だけでいうと 13900K が有利と。あとはシネベンチ R23 のリーク情報だと、まあ、7950X の方が若干上だったり、まあ、両者38000ポイントとか39000ポイントとか、シネベンチの R23 の結果でもう見たことないような数字が並んでるんですよ。まあ、すなわち何が言いたいかっていうと、この両者の CPU、ほとんど互角の性能ということなんですね。片やRyzenはソケットも変更して5ナノメートルっていう微細化も進んで最新の設計になっていると。で、もう一方のインテルは、まあ、製造プロセスは不利だから、まあ、高効率コアとかっていう二重構造を搭載していると。で、設計思想は違うんですけど、両者同じ32スレッドっていう最大スレッド数を誇っている。で、この2つがですね、性能互角っていうのがめちゃくちゃ面白い状況だなと思って、まあ、ちょっと前まではシングルコアはインテルの圧勝、マルチコアは AMD の圧勝みたいな時代あったじゃないですか。まあ、そこからは大きく時代も変わったなというふうには見えるんですよ。ただですね、 7950X に関しては相当熱くなるようです。まあ、シネベンチとかギークベンチとかテストを回すと95度っていう温度になって、まあ、サーマルスロットリングが発動しちゃうらしいんですよね。なので、がっちり冷やしてあげれば 13900K を超えるんじゃないかみたいな話もあります。まあ、MAX の性能だけ見ればどちらも互角と。で、発熱の面では 13900K が有利で、消費電力の面では 7950X が有利、 PCI Express 5.0 の拡張性は 7950X が有利、 USB4 の拡張性では 13900K が有利、
なんか今まで以上にですね、あの自らの使い方とか方向性っていうのを求められるなと、選択する上でいろいろな要素を加味していかなければいけないかなというふうにはなってきています。まあ、こういうのを含めて、じゃあ皆さんどちら選びますかっていうことなんですよ。じゃあ選びやすくなる要素として価格面も考慮してみましょうか。で、実はこれインテルの方が若干有利です。で、これつくもでの価格表なんですけど、 13900K と 7950X の価格差が1万円以上あるんですね。で、インテルの場合はグラフィック機能のない F モデル、これ選ぶともっと安くなりますよね。まあ、ハイエンドモデルだけじゃなくてミドルクラスっていうところを比べてみると、これまあ AMD の方が安く見えるじゃないですか。ただミドルクラスの比較として注意しなければいけないのは、 13700K の相手っていうのは 7700X ではなくて 7900X の方が性能は近いんですよ。まあ、ここを押さえておいた方がいいですね。しかも 13700K っていうのは前の世代の 12900K とほぼ同じ性能になってきてますから、まあ、そう考えるとですね、 13700K っていうのは価格も手頃だし、性能も抜群にいいし、まあ、かなりツボを押さえたモデルなのではないでしょうか。で、もう一つ注目したいのは、Ryzen というのはソケットも変わって、まあ、一番新しい設計になっていますよね。ただインテルは次の世代でまた新しい設計を出してくるっていうところ、ソケットの寿命としてはライゼンの方が有利、アーキテクチャの更新はインテルが早いと、まあ、こういう違いも生まれてくるわけです。このようにいろいろと迷う点がありつつ、しかも未来が予告されているような状況、こういう時って買い時はまだだよとか、まあ、今はまだ動く時じゃないっていう人もだんだん増えてくるんですよ。まあ、自作 PC あるあるですよね。まあ、私の持論としては PC に買い時っていうのはないのかなと、まあ、欲しいと思ったら検討すればいいし、まあ、予算が確保できて買えると思ったらその時に自分がいいと思うものを買えばいいかなというふうには思ってます。まあ、PC を買うことが目的なんじゃなくて、その PC を買って何をするかが目的じゃないですか。まあ、やりたいことあるんだったら一刻も早く始めた方がいいです。まあ、スペックにこだわりすぎて遅れてしまうっていうのはもったいないですよ。って言っておきながら矛盾するようで申し訳ないんですけれども、まあ、PC すでに持ってるよと、まあ、スペックに今あんまり不満がないよっていう方、まあ、こういった方々は待ってもいいかもしれません。で、実は私はですね、来年にすごい期待してるんですよ。あのラプターレイクの次はメテオレイクっていうのが出てくるんですけど、まあ、これがまあやっぱりフルモデルチェンジになるんで、まあ、製造プロセスも変わるんですよ。今度インテル7からインテル4になると、まあ、実質7ナノメートルなのかなみたいな話は出てますけど、まあ、ここがですね、構造が大きく変わって、まあ、CPU の部分、GPU の部分、また IO の部分とか、まあ、いろいろ構造が分かれたチップレット構造になる。で、さらに CPU の部分はインテル4ですよとなってるんですけど、他の GPU 部分とか IO の部分は、まあ、他社製のチップで3ナノメートルとか4ナノメートルとかっていうものが実装されるかもしれない。アルダレイクからラプタレイクは単純なパワーアップっていう感じだったんですけど、今度のメテオレイクはもう全然構造が変わるんで、また大幅なパワーアップが見込めるんですよ。まあ、あと気になるのは消費電力が抑えられるかっていうところだけですね。で、一方で AMD も黙ってないです。今回の Zen 4 7000シリーズの次には Zen 4 3D というキャッシュメモリを2階建てにした CPU というのが予告されてるんですね。なのでまた来年になるとそれはそれで拮抗した状況っていうのが作られるんじゃないかなと予想はしてます。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回のですね、このラプターレイクがもたらす CPU 戦争ですね、本当に面白いなと思ってるんですよ。で、ここまで CPU の性能が上がりに上がって使い切れるのっていう疑問点も多くの方は持つんじゃないでしょうか。ただ需要はまだまだあるとは思ってます。まあ、今メタバースとかこう VR 系の世界っていうのも非常にまあ話題にはなってきてますけど、まあ、もっと身近で分かりやすい例としては VTuber とかでしょうかね。まあ、VTuber の活動ってウェブカメラでこう自分の動きをトラッキングしながら
アバターを動かすと。アバターは、まあ、アニメーズとか、まあ、いろいろソフトあるんですけど、そういったものでリアルタイムで動かす必要がありますよね。で、ここで、まあ、3D モデルなんかを使ったら、やっぱり負荷も高まります。で、そこで、それを動かしながら、さらに FPS の高いゲームをやる。OBS を使って、リアルタイムで配信をする。で、VTuber 声も大事なんで、まあ、音声のエフェクトもしっかりとかけていく。こういったリアルタイムの配信というのは相当負荷のかかる作業ですし、まあ、なおかつその配信が終わったら今度切り抜いて動画編集っていうのをやっていくじゃないですか。まあ組織でやってる方は別として、一人でやってる方っていうのはそれらを自分一人でこなそうと思うと、やっぱりハイスペックな PC っていうのはあるに越したことはないんですね。まあそれは極端な例ではありますけどね。ただ、いい CPU 使っていて、100% 使えないからもったいないっていう考え方でもないかなと。まあ、むしろ性能って使い切れない方が快適じゃないですか。割と重い作業してても CPU とか GPU が頑張らないから、まあ、ファンも回転しなくて静かだし、温度も上がらないから寿命も長くなるしとか、まあ、時間のかかる読み込みとか書き出しの作業があっという間に終わるとか、まあ、PC の性能が上がれば生産性も上がるわけですよ。で、ここ数年で急激に PC のスペック上がってきてるんですけど、この先も多分数年間ぐらいは性能アップのこう上昇率っていうのがすごい極端にいくと思うんですよね。もう前の世代よりも 120%、140% 性能向上しましたっていうのが、まあ、何年か続くと。となると、もう数年後には今のハイエンド世代がまあ、その数年後のハイエンド世代の半分以下の性能しかないよとかいうことにもなってくるわけです。なのでそれに伴ってまあちょっとずつ PC っていうのをパワーアップしていきたいなっていうのは個人的には考えているところではありますね。まあ今そんなに性能不足は感じてはいないんですけどね。まあそんな感じで今日はラプターレイクについて少し簡単にお話ししました。今日はそんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。